インディアンフィルムフェスティバルメルボルンはオーストラリアビクトリア州メルボルンで開催されている映画祭。2012年に初めて開催されビクトリア州政府が運営資金を出資している。2012年にビクトリア州政府によって創設された。同州与党のオーストラリア自由党ビクトリア州支部が掲げるビクトリア州とインド映画産業との関係強化の一環として 創設された。この方針は2006年10月に公表され、同年11月に資金が投入され、入札手続きを経た2012年3月に、第1回イフムが開催された。入札の結果、ミトゥボーミックランへの経営する、マインドブローウィングフィルムズが2012年から2014年までの3年間、イフムを主催する権利を45万ドルで落札し、さらに、 オーストラリア自由党の要請で1年間主催期間が延長された。2016年11月、マインドブローウィングフィルムズは、ビクトリア州政府から2017年及び2018年のイフム主催に関する契約を結んだ。2012年5月、シドニーモーニングヘラルドは、マインドブローウィングフィルムズが、すでに公開済みのインド映画をイフムで上演していると報じた。同によると、 ランゲは2010年からインド映画上映祭ボリウッドビヨンドをメルボルンシドニー・オークランド・パース・アデレードで開催しており、イフムはボリウッドビヨンドを解明しただけであると指摘している。2017年8月、クシュブースンダルはイフムがボリウッド以外のインド映画や俳優を排除していると批判した。彼女の批判に対し、ランゲは 正直なところ非常に驚いています。なぜなら映画祭には20の言語の映画60本が上映されているからです。映画祭は常に多様性に満ちていますとコメントし、イフムに招待した南インド映画の俳優はスケジュールの都合で出席できなかったと返答している。同賞は、公開年の興行収入と非表面において、結出したインド映画に与えられる特別賞である。 ありがとうございます。